イエーイ、久々のスワホー、イエイ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 、やったね。何試合ぶりやっけ、4試合ぶりぐらいのスワホーでした。よかったです。今日いいなって思ったとこは、金久保くんが先発じゃなくて途中から出てきてくれて、すごいいいピッチングしてくれたなって思ったのと、初回に点取られてたんですけど、諦めることなくつないで点を取れたのがめっちゃ良かったなと思いました。また明日からも頑張ってください。ゴーゴーサローズ、バイバイ。